皆さんこんにちは。今日は離婚した時の財産分与が問題となった再犯昭和46年7月23日を紹介したいと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。野中耕作と八田芳子は結婚後に野中耕作の DV などにより裁判離婚することになりました。判決で八田芳子に生理ダンス1さお、水屋1個の財産を分与することが命じられましたが、八田芳子は精神的な苦痛に対する慰謝料が支払われていないとして、さらに野中耕介に対して離婚の慰謝料の支払いを求めて提訴しました。福岡高等裁判所は八田芳子の請求を認めたことから野中耕作が上告しましたが、最高裁は次のような理由で野中耕作の上告を棄却しました。本件慰謝料請求は野中耕作と八田芳子との間の婚姻関係の破綻を生ずる原因となった野中耕作の虐待など八田芳子の身体、自由、名誉などを侵害する個別の違法行為を理由とするものではなく、八田芳子において野中耕作の有責行為により離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことを理由として、その損害の賠償を求めるものと解されるところ、このような損害は離婚が成立して初めて評価されるものであるから、個別の違法行為があり、または婚姻関係が客観的に破綻したとしても、離婚の成否が未だ確定しない間であるのに、右の損害を知り得たものとすることは相当でなく、相手方が有責と判断されて離婚を命ずる判決が確定するなど、離婚が成立した時に初めて離婚に至らしめた相手方の行為が不法行為であることを知り、かつ損害の発生を確実に知ったこととなるものと解するのが相当である。離婚における財産分与の制度は、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を清算分配し、かつ離婚後における一方の当事者の生計の維持を図ることを目的とするものであって、分与を請求するにあたり、その相手方たる当事者が離婚につき有責のものであることを必要とはしないから、財産分与の請求権は相手方の有責な行為によって離婚をやむなくされ精神的苦痛を被ったことに対する慰謝料の請求権とは、その性質を必ずしも同じくするものではない。したがってすでに財産分与がなされたからといって、その後不法行為を理由として別途慰謝料の請求をすることは妨げられないというべきである。もっとも裁判所が財産分与を命ずるかどうか並びに分与の額および方法を定めるについては、当事者双方における一切の事情を考慮すべきものであるから、分与の請求の相手方が離婚についての有責の配偶者であって、その有責行為により離婚に至らしめたことにつき、請求者の被った精神的損害を賠償すべき義務を負うと認められるときには、右損害賠償のための給付をも含めて財産分与の額および方法を定めることもできると解すべきである。そして財産分与として右のように損害賠償の要素をも含めて給付がなされた場合には、さらに請求者が相手方の不法行為を理由に離婚そのものによる慰謝料の支払いを請求したときに、その額を定めるにあたっては右の趣旨において財産分与がなされている事情をも斟酌しなければならないのであり、このような財産分与によって請求者の精神的苦痛が全て
医者されたものと認められるときには、もはや重ねて慰謝料の請求を任用することはできないものと解すべきである。しかし財産分与がなされても、それが損害賠償の要素を含めた趣旨とは解せられないから、そうでないとしてもその額および方法において請求者の精神的苦痛を慰謝するには足りないと認められるものであるときには、すでに財産分与を得たという一時によって慰謝料請求権がすべて消滅するものではなく、別個に不法行為を理由として離婚による慰謝料を請求することを妨げられないものと解するのが相当である。諸論引用の判例は、財産分与を請求しうる立場にあることは離婚による慰謝料の請求を妨げるものではないとの趣旨を示したに過ぎないものと解されるから、前期の見解は右判例に抵触しない。離婚につき野中耕作を有責と認めるべき現判決確定の事実関係に照らし、右のごとき貧少な財産分与がなされたことは、八田芳子の野中耕作に対する本訴慰謝料請求を許容することの妨げになるものではないと解すべきであり、また右財産分与の事実を考慮しても、現判決の定めた慰謝料の額を特に不当とすべき理由はなく、本訴請求の一部を任用した現判決の判断は正当として是認することができる。よって野中耕作の上告を棄却する。と判決を下しました。今回のケースで裁判所は、すでに財産分与がなされた場合であっても、その額が分与請求者の精神的苦痛を慰謝するのに足りないときには、別個に離婚慰謝料を請求することができるとしました。離婚に関する有責性の有無を問われずに認められる財産分与請求権と、離婚について有責性を問われる慰謝料請求権が別個の権利とされている点に注意が必要でしょうね。最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。また次の動画でお会いしましょう。